劉勝秀では、中国北京市の武術家、人民解放軍最強部隊といわれる、第38集団軍の終身武術教官、中央警備局国家領導人経営隊教官、あざみ州少氏北少林武術の正統継承者水古伝の英雄、高村勝に源を発するとされる、少子北少林圏の伝承者で、特に虜だ、三田に優れ、 職業柄極めて多くの実践を経験したが、一度も遅れを取ったことがないという。1970から80年代には警備隊の部下を率いて自らも街頭にで、重大犯罪者十数名を含む500人余りを逮捕した実績を持つ。アザ美州の万三北少林寺にて、当地に伝承されていた少林県のマデンを得た、少子芝の総伝弟子、リアオノ弟子。 アヘン戦争から太平洋戦争まで続いた戦乱、及びその後の文革によって多くの武術家の命が失われ、多くの悲儀が出現した中で北少林県の政党を今に伝える唯一の人物、六歳でリアオに廃止。リアオの弟子は他にもいたようであるが、マデンを受け、かつ文革集結までを生き残ったのは、劉昌英ただ一人であった。その後壊れて、 人民解放軍の再生鋭部隊の武術教官に就任後に終身教官の栄誉を受ける。また、中国武術の実戦形式の訓練方法及び試合形式である三打の成立にも関与した。その実戦能力は極めて高く評価されており、現在中国の洋人警護にも彼の武術が取り入れられている。北昌林の悲劇である72話神田を ただ一人完全に伝承しているとされているが、これは軍から壊れても教えることを断っている。弟子には、武術家で、北京市武術協会委員の称号文、京劇俳優の張来強、アクション俳優の上栄光などがいる。ありがとうございます。